はよう。朝だよ。朝っていうかもう昼だけど、最後くらいこっち見てよ。こうなってしまうことは本当最初から。バナナのこうなってるやつマジで嫌い。寝巻き着替えるタイミングわかんないから汗かいて着替える、あるあるだと思います。ブレちゃんパスパス、ブレちゃんパスパス、パスパスパス、パス、ちゃんとパス返して、ちゃんとパス返してよ。おおったおったおった、ひそかとゴン久しぶり。ひそかとゴン元気やったか？最近書いてる漫画の続き。ファンダイクパス、ファンダイクパス、パスパスパス、ファンダイクパス、ナイスパス、ナイスパス、ファンダイクナイスパス、ちゃんとパス返せってお前。うんこすんなって。不安や不満を壊すため窓を開けて入れない。
あと出発まで3時間ぐらいあるんで、ちょっと30分ぐらいだけ仮眠したいと思います。ナイターの時とか僕一回起きたらあんまり仮眠しないタイプなんですけど、今日は寝たいと思う。起きて起きて、どうしたお前、一緒寝る。今から試合に向かっていきたいと思います。今シーズン初のリーグ戦メンバーにしたんで、しっかり試合で結果出せるように、チームと個人ともに結果出せるように、僕にとって今この瞬間っていうのはすごい分岐点だし大事な時だと思うんで、最大限出せるようにいい準備して試合に勝ちたいと思います。頑張ります。えいえいえい。あ、こうなっちゃうんね、こうなっちゃう。はい、えい。はい、帰ってきました。まあ、今日は大事な首位決戦の試合だったんですけど、まあ、メンバーインすることはできたんですけど、まあ、試合に出ることはありませんでした。まあ、試合の展開的にね、ちょっとまあ出るタイミングなかったかなっていうところあるんですけど、まあ、出たかったのが正直山々で、もういい準備してたんで本当使ってほしかったなって感じだったんですけど、まあ正直に言ったらめちゃくちゃ悔しいし、けどまあもうやるしかないっていう状況なんで、でまあ明日また練習試合あるんで、そこでしっかりいい準備していい結果出せるように頑張りたいと思います。サポーターの方がくれました。こんな試合に出てない僕にこんなにいっぱいありがとうございます。こんな日はね、もうアイスでも食べて切り替えてやっていきましょう。これマジうまいからね、これ、みんなもまあうまく気持ち切り替えてさ頑張っていこうよ。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。もっとやり続けていきましょう。それではまた。